はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の証明シリーズの第6弾をお送りします。で、また受験問題とか模試のね過去問を使ってるんですけども、今回はこの2問をやっていきますので、まずここで動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、分かんなかったりとか不安なのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと画面下げますのでお待ちください。ちょっと動きますよ。よいしょ。は、ちょっと行くんだね。これがいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、体調を壊しましては、息子がインフルになったんですけど、その後に自分もね、扁桃腺腫らしてしまって、しばらく休みいただいて、ほんとすいませんでした。みんなもね、体調気をつけてください。よし、ちょっとね、咳込むかもしれないんですけど、頑張って我慢しますんで、聞いてもらえたらと思います。じゃあ、まず2番が証明なんで、1番のね、長さを出す問題からいきましょう。で、条件としては、まず、この直線が接してるんですよね。これは C が接点になってて、まあ、接してると。で、まあ、後々使うことなんですけど、中心から接点、ここね、接点に向かって引いた線と接線っていうのは絶対に90度で交わります。これは覚えましょう。よく使うからね。もう接線出てきたら、この90度大体使うからね。で、次が、各 BOC の二等分線との交点が E だから、まあ、BOC だから、ここだよね。これの二等分線と交点 E になってる。つまり二等分線だから、ここの角度とここの角度が同じですよねっていうことも使うことができます。これは、2番でも使うことができるからね。で、その時に、まあ1番では、OB が4。まあここが4だね。つまり半径が4なんだよね。ってなった時に、じゃあここも4だし、ここも4だし、ここも4だよね。全部半径が4ってことだから。まあ、全部書かない方が良かったね。ちょっと見にくくなるけど。で、あと各 BOD が120度だから、ここ、ちょっと見にくいね。これが120度ってなってます。で、この時ね、BD か、を出しなさいと。ちょっと色変えようか。よいしょ、ここですね。これを出したい。で、これの攻め方なんですが、自分のやり方ね、自分なんか途中式が分からない状態でやってるので、自分の解き方しか紹介できないんですが、自分は、ここに三角形、これですね。こいつに注目して解きました。で、なんでかっていうと、ちょっと取り出そうか。このままめっちゃ泣いてる。ちょっと待って、子供の声入ってるかもしれないけど、ごめんよ。少し曲がったね。ごめんよ。こう。で、BD 分かんないで X にしておきましょう。で、まず大事なのはここです。ここ90度です。ここ。これは円周角の定理で勉強した円に三角形が内接、中でくっついてます。その時、一辺が直径を使ってる時、直径ね、ここ。時は絶対こう90度になります。だから90。で、あと、ポイントなのは、ここの長さ。CD の長さ分かりますよね。これ8です。まあ、さっき言ったように4たす4だから8になると。で、あと BC なんですけど、これ4なんですよ。4。なんで分かるかっていうと、これが120度が効いてくるんですけど、120度ですよね。ってことは、いいか。ここは60です。まあ、120のお隣さんだからね。180から引いて60になると。で、ポイントなのは、60度で、この三角形、上。こいつって、4と4で同じですよね。長さが。この状態だけだったら、二等辺三角形って条件なんですけど、ここが60度になってることによって、ここもここも60です。なぜなら、60度使ってます。ってことは、残りの角度は120度です。三角形だから。でも、二等辺三角形だから、こことここの角度は同じになるはず。つまり、120、残ったね。120を2で割った60、60が配られるから、全部60度。つまり、正三角形なの。この上の三角形。だから、ここの長さも4ってわかる。だから4ね。
で、なんでこうやっても、これ青にしようか、こっち行って、こっち赤にしますね。なんでこうやって持ってきたかっていうと、そうすると、これ直角三角形だから、三平方の定理使えるんです、これ。で、三平方の定理は、まあ、滑り台の部分、斜辺だね、の2乗、葉っぱ64、イコール、下入るよな、全然な。オッケー。イコール、この2乗、四四16、プラス、こいつ、残った2乗。で、あとこれ解いていきます。整理すると、x2 乗イコール48です。で、待ってね。あ、ギリ。2乗を外す代わりに、右側につけるのは、プラスマイナスルートです。ちゃんとルールに乗っ取ったらね。で、こっちいきます。で、ルート48っていうのは、16×3 です。48が。16×3。16っていうのは4の2乗なので、プラスマイナス4ルート3に直せます。ただし、今は BD っていう長さを出してる。長さにマイナスはありえないので、答えはプラスだけ。つまり、BD イコール4ルート3センチメートルと。これが答えになります。いいかな。これね、いい問題。これよく出てくる知識がすごく入ってていい問題だなと思ってね。まあ、これメインはこっちなんだけど、証明なんだけどね。じゃあ、行きましょう。次ですね。で、証明が、三角形 ABC。これいいか。ABC だから。ちょっと待ってね。こいつ。と、三角形 OEC。ここですね。これが相似なことを証明したいと。で、相似です。相似条件。ね、二つと三つありますけど、今、辺の長さが一個も与えられてないんです。あの、こっちの4センチ使っちゃダメだからね。これは1番の知識と情報だから2番では使えないので、長さが何も与えられてない。その時は、相似、ほぼほぼ、2組の角です。あ、ごめん、2つの角ね。2組の角か。が、等しい時。で、持っていきます。だから、角度勝負になると。じゃあ、どこの角度使えるかなっていう2箇所見つければこっちの勝ちなのね。あとは角だけだからさ。で、見つけに行きます。で、どうするかっていうと、まずどっちから行こうかな。これ多分重なってるんで見にくくなるから、OEC 取り出そうか、こっちに。OEC。これちょっと取り出したと思って。で、まず分かりやすいのは、こっからです。ここ90度です。ちょっと今書かないけどね、ここ90度。さっきも言ったように、中心から接線に引いてるので、あ、接点の部分に引いてるから90度になると、必ずね。で、もう一個。これ90度です。なぜなら、さっきのこの三角形と同じ。円に内接する三角形。ね、なんかくっついてると。時に、一辺が直径になってるから、ここ絶対90度になると。つまり一個。これで一組の角度 OK です。で、問題がもう一個なんです。もう一個。で、これはどう持っていくかっていうと、ここと、ここが同じっていう風に言います。で、どういうか。まず、最初、こちら使わなかったですけど、ここ、二等分線になってますよね、ここ。つまり、この、角、EOC でいいか。EOC、ここの部分ね。っていうのは、BOC の半分になりますよね。角、BOC の二分の一って入った。全然入ってた。ごめん。ちょっと大きく書くわ。あ、消すのがあった。入らないと思ってね。EOC は、BOC の半分ですよね。角の二等分線だから。で、もう一個こっちです。これっていうのは、こことここをスタート地点って考えたとき、この部分、円周角になります。CAB は。あ、BAC か。こっちね。円周角。で、円周角の定理によって、スタート地点円周角ですよね。ここは中心角です、ここが。中心角の半分になるのがルールです、円周角の定理。つまり、この部分も BOC の半分になってる。だから同じだよね、BOC の半分。つまり、こことここは同じですよって。
いうことができます。これで2組の角持ってくることができるので、あとは角だけという感じ。では、書いていきましょう。三角形 ABC か。ABC と三角形、OEC。OEC で。で、間違ってもここで相似マークとか書かないでね。1行目で書いたら全部 NG になるからね。で、どっちからいきますか。じゃあ、まず90度行っていきたいので、まあこれね、詳しく書かなくていいと思うんですけど、まあね、中心から接線に引いたものなのでとかでも何でもいいんですけど、自分も接線、まあいいか。中心 O から、この辺の書き方はちょっとね、任せます。引いているので、ここね、引いてるので、各 OCE イコール90度1で、次がここ、この三角形のね、90度っていうのは、これ円周角の定理よりで大丈夫なので、これは、円周角の定理より、OCE に合わせるんでね、OCE だから ACB か。各 ACB イコール90度。で、自分はだいたい番号振っちゃうんですよ、こうやって。で、1、2より、これとこれが同じだから、各 OCE イコール各 ACB って。で、これ3番って言って、これ最後の掃除の時に番号持ってくるんですけど、この番号、あえて別に振らないで、書いて、寄ってこれ。丸一とかでも別にいいと思います。ちょ、自分ね、番号いっぱい振っちゃう癖があって。で、これでまず90度の方が終わり。で、次こっちですね。で、まあ、こっちは角の二等分線って書いてくれてるわけだから、角の二等分線より、角 BOC が、BOC の半分ですよって。4。で、さっきも言ったように、こっちはまたね、円周角の定理の話なので、円周角の定理より、合わせなきゃいけない。EOC だもんね。EOC だから BAC か。BAC イコール同じです。2分の1角 BOC。ごめん。5番ね。で、同じように4番、5番くっつけると右側がね、同じだからもちろん左側も同じでしょっていうこと。EOC イコール角 BAC。6番。で、これで終わりました。で、使いたいのは3番と6番なので3と6より2組の角がよいしょそれぞれ等しいのでって言いたかった最初の三角形 ABC 掃除だね手がかじかんでて動かんそうねあ、わかんねえや。さあ、ABC 相似三角形 OEC。これで終了という風になります。入ってるよね。あ、OK ね。あと ABC と OEC あるよね。証明については書き方っていうのはね、多分みんなが塾の先生とか学校の先生で習った書き方があると思います。なので、無理にこっちに寄せなくていいです。別に。書いてる筋道が同じだったら大丈夫なので。ただ、言葉足らずで減点っていうこともあるので、まあ、そこちょっと気をつけてもらえたらと思うんですが、ひとまずこんな感じでね、解いてもらえたらと思います。では、今回は、高校受験対策の証明シリーズの第6弾ね、お送りしました。最後までね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。
で、まあ、別単元とか、まあ、照明の続きも撮ろうとは思ってるんですけど、いろいろ撮っておりますので、もしよかったら別のね、やつも見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。